おはようございます。現在ですね、朝5時半です。今日これから行こうとするしてるのは、小糸川というところです。茨城県のですね、守谷と、筑波の間にある、その辺の川なんですけど、昨日ですね、私の師匠からですね、そこ結構いいよっていう情報を、入手しまして、それでこれからですね、試しに行ってみたいなと。今日ですね、6時から9時の3時間、一本勝負でどれだけ魚が釣れるかどうかをトライしてみたいと思います。ここですね、この川ですね、釣りやってる人わからない、見えなかった。公園の中の駐車場が止められるんじゃないかと思ってますけどね。どうでしょうね、公園、ここが公園かな。あ、ここ駐車場じゃない。え、違う、右方向です。その先、ここ目的地です。ここ駐車場だった。そう、駐車場9時からなってるけど、いいのかな。すいません、目的地に到着しました。お疲れ様でした。さあ、川はどこにあるでしょうか。公園いいですね。子供を連れてきたいですね。ここにも車が入ってる。どうやって行くんだろう。あ、やってる。そこに駐車場があったんだ。
歩きました。はい、約3時間半ぐらいかな頑張りましたが、結果ゼロですね。やっぱり俺向いてないのかな。ちょっとですね、釣れる気がしません。今日あれですね、練習だと思っていろんなものを試してみました。ベイトリールはですね、ちゃんと設定をですねしっかりやればですね、バッククラッシュはですね結構少なく済みました。気を抜いたらですねやっぱバッククラッシュしたんですけど、かなりですね慣れてきましたね。あとですね、前の方にきっちり飛ばすってことができなくてですね、いつも横投げしてたんですけど、縦投げがちゃんとできるようになりました。私剣道をやってたことがあったんで、面を打つ感じで前の方にビャーンメーンみたいな感じでやってみたらですね、結構いい感じで飛んできましたね。で、特にやっぱり重いやつは簡単に前の方飛べますね。でもやっぱりベイトリールは軽いものは全然飛ばせませんでした。
練習ですね。今度ですね、遠くに思いっきり投げるっていう練習ができたので、また当てが沼なのかな。魚がいるところに行きたいですね。いるのかもしれないけど、ちょっと当たりは何回かあったんですけど、全然ガブって言ってくれないっていうのか、私が引っ掛けられないのか分かんないですけど、なかなかうまくいきませんでした。結構3時間やりっぱなしだと疲れますね。釣り始めてですね、今日で5回目です。5回目のうち2回目に40センチを釣って、それから1匹も釣ってません。9月に入ってね、ちょっと暑くなくなってきたので、魚もですね、少しは活性化するのかなって、素人ながらに想像してみたんですけども、それでもやっぱ釣れないですね。釣りたい、絶対次は釣ってみよう。釣れます。こんなつまらない釣れない動画に付き合っていただいてありがとうございました。